じいちゃん、どうしてます？そのまま待ってて、もう私が聞いてきちゃうから。虎杖さん、お電話ですよ。ユージ君が何か持ってきてほしい。やかましい、そんなって言っとけ。ムカつく。コックリさん、生徒会長がギリバギリ生き物を教えてください。おっ、加減。あ、プランクトン会長。おいお前、あいつ 50m3 秒で走るらしいぜ。お前が持っているのもそれだ。魔除けならむしろありがたいんじゃないの。最後まで聞け。バカ、俺によこせ。お前も食われるぞ。人の体で何してんだよ。返せ。で、見つかった？ん？ごめん、それ俺食べちゃった。マジ？マジ。合格だ。ようこそ呪術高専へ。ちゃんとしてる。だから迷惑だっつーの。きっしょ。もうちょい真面目に行こうぜ。呪いって危ねえんだよ。最後に沙織ちゃんに会いたかったな。あれ、外した扉は。え、ドアがなくなってる。なんで、私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう、それどうしよう。大丈夫だ。ふんどし一丁で動きやすくなりましたってか。どこへ行った。ごめんごめん。見学の虎杖裕二くんです。富士山、頭富士山。フラッシュバック。裕二。五条先生、用事は？出かけるよ裕二。え、なんだよこれ。これが領域展開。術式を付与した。一つは環境要因によるステータス上昇。おお。領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。絶対？絶対！ここは無加減の内側。うわあ！先生、俺は大丈夫。ごめん、嘘、ヘルプ！ユージ君、交流会って何？あ？